ちは、知恵アートです。光ばかりを描いている画家です。皆様お元気ですか？動物たちも植物も大地もみんな元気ですか？今日も小さな絵描きのなんてことはないつぶやき、光の言霊、始めたいと思います。こんにちは。また少しご無沙汰してしまいましたけれども、皆さんお元気ですか？私ちょっぴり忙しくしてまして、神社でのご奉納があったり、講演会とか政治ツアーをしたり、また新刊本もね、来月か再来月ぐらいには販売になる予定なので、その制作に向けてね、一つ一つ集中しています。で、今日はね、またみーちゃんとの特別編をこれからお送りするんですけれども、その前に、作品とか個展についてのお問い合わせが結構ありますので、先にね、それをお伝えさせて、いただきたいと思います。必要ない方はもうスキップして進んでいただいて結構ですのでね。まず作品については、現在ね、ショップでは全部がもう完売状態で、どの版画も購入できない状態ということで、大変申し訳なく思ってるんですけれども、ただいまのその秋の個展頃までにはなんとか新作販売を揃えようと思っていて、こちらもですね、急ピッチで制作しています。で、何種類か用意できたらというふうに思ってます。特にね、レムリアの青い石のエネルギーを表現した青の記憶っていう作品が、やっぱり今でもすごく人気で、再販の声をたくさんいただいていますので、もうね、サイズ的には今まで出ているものはもう作ることは、ないので、もう一番ちっちゃなコンパクトサイズになってしまうんですけれども、本当にこれがもうラストになります。それ以外のものはもうちょっと作れないかなと思っていますので、楽しみにしていてください。で、またね、その個展に関しては11月の3日から9日、3から9なので3、9って覚えると、わかりやすいかなと思うんですけれども、去年と同じ画廊で銀座ギャラリーセーラというところで行います。まだ詳しいところまでは、お伝えできないんですけれども、場所とかなんかそういう、ものは概要欄の方にも、貼ってますので、そちらを参考にしてみてください。で、もっと詳しい、ことに関してはですね、これからブログとか、まあ、メルマガ登録していただくと一番情報は早いかもしれません。なのでよろしくお願いします。で、それからもう一つなんですけれども、知恵アートスタッフのインスタグラムができました。よろしければね、私の、個人のインスタグラムと同様に、スタッフのインスタグラムの方もフォローを応援していただけると本当にスタッフの励みになりますので、応援の方、よろしくお願いします。こちらも、概要欄の方に貼らせていただきますので、ご覧になってみてください。ということで、ちょっと長くなってしまってごめんなさい。それでは、始めます。どうぞ。みーちゃん、こんにちは。こんにちは。また来てくれてありがとう。ありがとうございます。元気だった。元気そうだね。よかった、よかった。なんかまた、ちょっと、レムリアの話を、大事なね。ことがあったということなので、その話を今回はお伝えしたいと思うんだけども、ちょっと前になるけど、7月？そうだね、7月。5日？うん。ちょうど私が九州の聖地ツアーに行く時で、うん、で、ちょっと前乗りして、
飛行機にこう乗って行くっていう時に連絡があってね。うん、うん、そうそうそう。なんかね、前の動画とかでお話ししたと思うんだけど、うん、レムリアにこう、虹の女神っていう、うんうんうん、ラーナっていうね、女神さんがいたんだけど、うん、なんていうのかな、今の認識とは全然違うんだけど、うん、なんていうか、女王っていうか、なんていうんだろう、うん、みんなのリーダーっていうか、レムリアの、うんうん、人たちの象徴になるような女神さんだったのね。はい、うん、で、その女神さんが、長い間、こう、レムリアがあった太平洋のところにずっとこう、うん、エネルギーを大きくして、こう、横たわって寝てるような感じだったのね。ああ、沈没してからね。そう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 。うんうんうん、それで、その、ラーナさんが、その、7月の5日に、こう、目を覚ます儀式をするって言って、知恵さんに連絡を入れたんだよね。うん、そうだよね。初めてね、お聞きになる方もいると思うんですが、その前にね、うん、琵琶湖の、うん、マーナという、うんうんうん、やっぱり女神様がいて、うん、で、その女神様が2月の4日に復活をして、うん、で、まあ女性性のね、また象徴でもあってっていう話を、うん、前の、いつだったか忘れちゃったけど、その動画をね、うんうんうん、なんか、あげたことがあるんだけれども、そのマーナと、にとっては妹、そう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 、が、ラーナというレムリアの女神なんだよね。うんうん、そう、うんうん。で、その、ラーナっていう女神さんを、まあ、みんなで起こしたわけよね。7月の5日にね。そう。うん、で、その時、千恵さん飛行機だったじゃない、うん、で、ちょうど、あの時、シンクロしたんだよね、なんか、ね。シンクロした。ね。そう、なんか、乗った時間がちょうどそういうのの儀式が始まった時間で、うん、で、私がちょっと夕方から、まあ、ある会食というか、うん、そういうのが予定に入っていて、うん、で、その時間帯から祝賀会が実は始まるって言って、うんうんね、こんなことあるんだって話してたよね。うんうん、そう。なんか、それで急遽ね、知恵さんにお伝えして、うん、ラーナを起こすために、知恵さんも飛行機から祈ってくれて、うん、私もやったじゃない、うん、で、ラーナっていうその女神さんは、その時に目を覚ましてくれたんだけど、うん、その人は、さっきも言ったように、レムリア人の象徴の人だから、その人が、うん、目を覚ましたっていうことは、うん、その、レムリアの人が、なんだろう、本当の意味で思い出さないといけないっていうか。いや、そうだよね。そう。本当にそうだよね。で、また、うん、その7月5日に、そういう儀式があった、うん、その、目覚めるっていうのは、本当にそのタイミングが決まってたの、もともと。そうだったんだ。その時のために、まあ、レムリアがまだ会った頃、うん、その、ラーナさんが、レムリアの、まあ、女王っていうか女神として、うん、そこにいた時に、一緒に、まあ、相棒みたいな感じで一緒にいた、大きな大きな、もうすごい光の虹竜さんがいるんだけど、うん、その虹竜さんも、この、ラーナが起きるっていうタイミングの時に、うん、天の川よりもうんと離れたところに大事な竜さんだからいたんだけど、うん、そっからもうずっと天の川を越えて、わざわざ。そう、わざわざ戻ってきてくれたの。うん、で、それぐらいこう本気でっていうか、うん、そう、こう、私たちレムリア人だった人たちが、その、うん、やっぱりなんていうか、女王だったラーナさんに対してものすごいこう根底的にっていうか強い思いがあるっていうか、うんうん、それが無意識のところにあるのよみんな、うんうんうん、だからなんか我らの女王を犯さないとみたいな感じでみんな一生懸命やってたの。なるほどね。
ね、みーちゃんは何かすごくそのレムリアに関する重要な儀式の時、うん、まあマーナの時もそうだったけど、すごく私に緊急っていうことで連絡をくれるじゃない、うん、でそのラーナに関してもなんかジェイさんはすごくこう知り合いというか近しい関係だったからみたいな感じで言ってくれたけれども、それはどんなあれだったんだろう。あのね、それは、うん、またレムリアが沈んだ時の話になっちゃうんだけど、はいはい、知恵さんがそのレムリアの時に今の言葉で言う神官っていうか、その祈るのをものすごく強くやる人の役割としていたのね。で、それでレムリアが沈む時にその神官の人たちが、こう、うん、海のところに行って、こう一生懸命祈ってくれてたわけよ、うんうん。そのレムリアの人が傷つかないようにっていうことで祈ってたんだけど、うんうん、その、ラーナさんが、ギリギリまでその、シャスタ、うん、その地下にあるテルスの方に、うんうん、女神さん、女王だから行くっていうことになってたんだけど、うん、そのギリギリのところで、大陸の状況を見て、うん、やっぱり私は残って祈るって言って、その、近くにいたところの中に加わったわけよ。あ、じゃあもともとは、そこのレムリアの象徴である、うん、ラーナは、最後までレムリアのところの沈没まで立ち会うんじゃなくって、うん、大事な象徴ゆえに、うん、本当はテロスの方に、すぐにもう、移動する予定だったんだ。そう。それが状況を見て残るっていう風に変えたんだ、うんうん、そう。それで一番その時に近くにいたっていうか、まあ、一番大事なグループのところに加わるっていうことになって、うん、そこに知恵さんがいたわけ、うん、でそこにラーナが入ってきて、うん、一緒に神官たちと一緒にこう歌を歌って祈ってたんだけど、うん、ずっと波が来るわけよ、後ろから。うん、で、どん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 、こう、大陸の方に水が行くんだけど、うん、歌ってる神官さんももちろん、どんどん沈んでいくわけじゃない、体が海の中に。うん、でそれで、口のところとか、鼻のところとかまでずっと水が来るんだけど、うん、その、ギリギリ、口に出して歌えなくなる直前まで、その、レムリアの、みんなを守るためにって言って歌ってて、さらにその全部沈んでからも、うん、ハミングでずっと歌い続けてたわけよ。うんうんうん、それぐらいもうなんていうか、うん、ものすごい本気っていうか、うんうん、超真剣に、うんうん、それだけこう、レムリアの仲間への思いも強かったし、うんうん、こう、なんだろう、何よりも、仲間たちに絶対に傷を負わせないっていうすごい強い思いのもと、ちえさんとかもやってくれたわけよ。うんうん、で、みーちゃんはその逃げた側だったから、うんうん、それでしかも海の中をこう泳いで逃げていったんだけど、うんうん、海の中だとハミングになってからもずっと聞こえるわけよ。うんうん、で、それでずっと歌ってて、そのハミングが聞こえなくなる時があって、来て、その時にもう、あ、肉体を脱いだのかもしれないっていう、そう、うんうん、思うの、そう、わかるの、うんうん。ずっとずっと聞こえる。だから、知恵さんは、ずっと、ラーナとかと一緒に歌っていたわけで、その、うん、なんだろう。すごく本気っていうか、そうだね。うん。確かに。ね、それ、その思いだけで、きっとね。そう。うん。で、そのまま今来てるじゃない、知恵さんが。あ、その時の本気度も、背負いながらっていうか。うん。そう、そのままで来てて、その、本気度っていうか。まあ、確かになんかこう、うん、ほら、私不器用だから、なんかあんまりこう、器用に、立ち回れないっていうか生きれない。でも、うん、なんか不器用だからこそ、すごく一個一個にいい加減なことじゃなく、やっぱり真剣に取り組まないとできない質なんだよね。うん、ただそれだけなんだけど、う
そう。なんかでもね、その姿を見て、なんか、みーちゃんとかはよく。そう。もうだって、こんなになんていうか、本気で、うん、肉体を持って、そのレムリアみたいに半信半疑で寝なくても食べなくてもいいっていうわけじゃない、うん、今は一応人間をみんなやってるわけだから、その中でこう、本気で、うん、うん、やってくれてるのが。なんかいつも心配してくれてるもんね、なんかね、もちろんさ、肉体持ってるのにってね。大丈夫と思って、そう。だからね、なんか、うん。それだけこう、レムリアに関して、うん、強い思いじゃないけど、うん、思ってて、最後まで祈って、うん、守ってくれてた人がいて、うん、その、みーちゃんは本当によく覚えてるから、うん、そのちえさんが一生懸命、ちえさんとかその神官さん、うん、ラーナも含めてが、うん、ものすごいこう、祈って歌ってくれてた、うんうん、それを覚えてるから、うん、そっか、うん、そうやってやってくれてる人がいるからと思ってからなんかそのラーナともなんかこう手をつないで、うん、あのチエさんもやってた人だからっていう風に言ってくれてたからだから、うん、じゃあ最後の最後私がもう息絶えて、そして一番最後に、そう、ラーナがあって、それで終わったっていう話をなんかちょっとしてくれたじゃない、うん、でだとするならば、ね、私はちょっと正直覚えてないんだけど、うん、でも、ラーナとももちろん関係が深くあったはずだから、うんうん、私が何かこう、エネルギーというか波動で、ラーナに対して、伝えようと思ってることっていうのは絶対にそれだけ深い関係性があったら届かないわけないと思って、うんうんうん、それでちょっとよくは分からなかったんだけどでもみーちゃんからそれを聞いたんでじゃあ復活のために私も飛行機に乗りながらあの時ねちょうど時間帯もそうだったしと思って、うんうんうん、ずーっとラーナって私だよって起きてって、うん、もう大丈夫だよっていよいよその時が来たみたいだよって起きてラーナ私だよって聞こえるっていうのをずーっとなんかやってたんです、うんうん、そしたらパッとある時目覚めたのがなんか分かったんだよね、うんうんうん、そうで多分その時そう、みーちゃんもずっと、うん、実況中継するみたいに、うん、今こうだよああだよみたいにちえさんに送ってて、うん、ちょうどそのあ今、ラーナが無事に起きましたっていう時に、きっとチエさんもね、うん、それを感じ取って。うん、うん、うん。ねえ、うん。でもそのために、いよいよその、ラーナが、こう、目覚める前まで、ラーナの娘である、その、ラーナムーンという、うん、まあ、王妃というか、うん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 、彼女がその代わりに、そうそうそう。テロスで、うん、うん、その時を、待って守っていてそのラーナが被ってた王冠があるんだけどそれもその娘が引き継いでお母さんが起きるまで私がって言ってずっと被ってたの、うんうん、でもそれもラーナが目覚めた次の日に、うん、娘からお母さんそのラーナムーっていう人から、うん、ラーナに王冠を返す時に、うんうん、ものすごい光が放たれて、うん、無事にこう、うん、レムリアの女王に本当に戻ったの。うん、で、うん、レムリア人にとって本当に本当に本当に大事な女神さんだから、うん、その人が、レムリア人の象徴にまたもう一回戻ったっていうことは、うん、その、私たちの無意識の、レムリア人だった人の無意識にこう、働きかけて。そうだよね。そう。うん。ものすごく大きなことだよね。うん、もうその作用が、もう意識してなくっても、レムリアの記憶っていうのをその人が忘れていようが何しようが、でも必ずその、なんか化学反応っていうのは絶対に起き始めるよね。そう。そっか、でもその時がいよいよ来たっていうぐらい、うん本当にほら私も去年
シャスタに実際に行って、うん、そこのところで感じたバイブレーションもあって、うん、あ、本当に行くまでは、うん、あの、まあ、夢物語っていうふうには思わないけど、でもまあ、やっぱり自分の中で経験したものがないと、やっぱりわからないから、でも行ってみて、あ、本当に別次元だけれども、あそこのところにそういう世界があるんだっていうのを私は目の当たりにしたから、うんうん、だからすごくなんか伝わってくる、うんうん。で、あの時もいよいよっていう感じだったんだけど、本当にそれから。そう。そうね、しかも、逃げるはずだったし、逃げる場所もあったけど、わざわざ残ってくれたその思い。うん、思い、うん、それを、やっぱりなんていうか、その、ラーナも全部のレムリアの人たちに、人じゃない、人だけでもない、その、レムリアにいた動物とか、全部に対して本当にこう、深い思いを持ってくれている。うん、だからこう、そこに移動、ね、大切な象徴だから、いち早く本当は、そこのテロスの方にっていう人たちっていうか、うん、なんかそのね、そういうふうに導こうとしてる存在たちも絶対いっぱいいたはずなのに、うんうん、だけど、やっぱりね、残りたかったんだろうね。うん、最後まで、うん、その、多分ラーナが愛すべき、その全てのレムリアの存在たちに、うんうん、愛と、あと、悲しみとか苦しみとかがあるのであれば、波動で、少しでも、その傷が和らぐようにっていう、うん、そこをしたかったんだろうね。うんうん、そうか、やっぱりすごいね。うん、ちなみに、その時に、こう、神官たちが、ね、一緒にやってたっていうのって、なんか何人ぐらい、でも、ものすごい人数がいるわけでもないし、うん、もちろん、なんていうか、うん。極端な言い方をすれば、この大事な大陸と仲間と一緒に、こう、沈めるっていう覚悟がある人じゃないとっていうか、うんうんうん、その、神官さんたちだって、あの、祈りながら沈んでいくわけだから、うん、苦しくないわけじゃないし、その、なんていうの、ものすごい覚悟の上でやってるわけだから、うんうんうん、そんなに多くもないかな。知恵さんが手つないで歌った人で、うん、7人ぐらい?7人めちゃくちゃ少ないよね。知恵さんのところのグループ、グループは7人。うん、プラスラーナ。そんな少ないんだ。うん。本当に多くはない。いや、なんかほら、神官だったとか、うん、なんかそういう方々とかも、の記憶があるんだっていう人たちも結構たくさんいらっしゃるから、うん、だからなんかもう、本当にこう、何百人とか、まあ何百人だって少ないよなって思ってたんだけど、全然、そんなもんじゃない。神さんのところでそれで、それが何個かあって、もちろん、あの、神官だから全員がそこで沈みながらっていうわけでもないんだけど、うんうんうん、大陸と一緒に歌って沈んだ人はそんなに多い。だとするとだよ、うん、本当に本気で、うん、まあ今更だけど、命がけできっとやっていたわけだから、うんうん、あの、なんか、ふわーっとレムリアの話ってなんか心地がいいし、なんかすごく素敵じゃない、今なんかギスギスしてる世の中からすると、うん、とってもこうファンタジックな、うん、なんか世界のストーリーも見えるから、うん、なんかそこのところ思い出してとかっていうだけだとある種楽というか、うん、確かに、うん、だけど実はそのラーナとかも最後までそんな風な状態でわざわざ残ってっていうことまでしたっていう、その本気度っていうことを考えると、しかもね、二次流がそんなにこうわざわざ遠くからこの波動の思いまた地球まで来るっていうのも命がけで来てると思うのね。そう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 、全部がそうやって整っていよいよってなっているのだから、やっぱりこう私たち人間がね、あのふわっと本当にあの愛と調和だよねっていうその言葉尻の中で、
終わってたら、うん、もうなんかもったいないというか、うん、申し訳ないっていうか、なんか残念というか、うんうんうん、あのラーナのお姉ちゃんのマーナとかもそうだし、うん、その、うん、なんだろう、本当に心の底からレムリアを忘れないで、あのレムリアを大事に思ってる女神が、うん、あの今はまだ見えなくてもいるわけだし、うんうん、ここまでこう準備が整ってるっていうか、みんな、うん、みんな本気で動いてる中で、やっぱりレムリアの人がもう一回、うんうん、そうだよね。だから懐かしいとか、なんか、あ、なんかレムリアの再会っていうところだけで終わってちゃやっぱりダメだと私は思っていて、うん、うんうんうん、あの目に見えない存在たちもそれだけ準備を整えてくれてる、本気度で、うん、だからじゃあ私たちは一体何をしたらいいんですかって、何をどういうことをっていうところのフェーズにもう入っていかないと、うん、ただわー懐かしいとか、なんかそれだけだとダメだって思うんだよね。うんうんうん、同じ同じ、うん、なんかちなみになんかそのことでね、私たちがどういう意識でいたらいいのかっていうのって、何かみーちゃん的に伝えられることってある？いつもその今はまだ目に見えない存在たちのことをずっとこう意識できるわけじゃないと思うし、うん、うん、だけどそれでもこう自分たちが見えないところでずっと、うん、本気になってくれてる存在たちがいるっていうのを、うんうん、なるべく忘れないでっていうか、そう、うん、それは、あの、目に見えないその女神とか竜とかそういうのが、うん、人間みたいに休むわけじゃないから、うん、ずーっと寝るわけでもなく、うん、止まることもなく、ずーっとずーっと、うんうん、エネルギーを変えようと思って動いてくれてる、うんうん、それを、意識して、うんうん、私もレムリア人だったっていうふうに思うんだったら、うんうん、その、なんていうか、今こそ本当に本気になって、うんうんうん、レムリア人だったわけだから、そしたらもう一回それを、うん、作り直すことができるぐらい大事に思うみたいな風に、うんうん、そうだよね、うん、その本気になるっていうのは具体的にどういう感じになればいいのかわからないっていう、懐かしいとかっていうところまでは、うん、多分たくさんの方は感じてると思うんだけど、じゃあそんな自分が何が今できるんだろうっていうところっていうのはどうかな、何かある？うん、まずは感謝だよね。そうだね。だってそれだけね、今目覚めて、それこそ目覚める前もずっとずっとそこのところで、うん、待ってくれてた、でただ待つんじゃなくて、うん、絶対にそのエネルギーっていうのを眠りながらでも周波数でずっと送り続けてたはずなのね、うんうんうん、だからそこまでしてっていうものを受け取ってるのであれば、やっぱりなんだろう、自分はこうだからっていうだけじゃなくって、あ、でもそんなところのままで止まってたら、うん、なんかね、見えないところでやっているその存在たちに対してどうかなっていうふうに問いかけると、そうだね、うん、ちょっとまたね違う扉が開くかもしれないよね、うんうん、だってラーナだってもうレムリアが沈んでからずっと待ってたわけだしね、うんうん、ずっとずっと辛抱強くっていうか、うんうんうん、こうレムリアの人が大事だからっていう思いで待っててくれたわけだから、うん、やっぱりそれをいつも、ね、うん、忘れないようにしないといけないよね、う
うん、やっぱり感謝の気持ちがあれば、そこから、あ、じゃあ自分はできることはこれかなっていう、なんかその糸口となるものっていうのは見つけられると思うからね。うん、そうだね。うん、いやー、ありがとう。本当に今日もまたすごく豊かな話を聞かせてくれてありがとうございます。ありがとうございます。みーちゃんがね、その変換式の時にね、まあ、読み取ってくれた、そのラーナのスピーチがあって、うん、王冠のね、変換式のその、ね、そうそうそう時のね、うん、で、それを一生懸命読み取ってくれた中の、本当に最後の一部なんですけれども、これを、皆様にお伝えして、終わりにしたいと思います。今、この私の手に、レムリアの民の女王である証の王冠が戻った以上は、あなた方の放つそれぞれの色の光は、すべて私に届き、虹の光として生きとし生けるものすべてのレムリアの民に発信されます。なのでどうか私にいつもあなたの光を送ってください。レムリアの精神をこれからも忘れずに生きていきましょう。今日という日にこの地球に存在していてくださり、本当に、本当に、ありがとうございます。はい。という、ラーナの言葉でした。この言葉がですね、お聞きくださっている一人一人の皆さんに、本当に美しい光の波動として、届くことを、願っています。ということで、それでは、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。皆様どうぞ体調にはお気をつけください。もしよろしければ、チャンネル登録、いいねボタンでの応援、よろしくお願いいたします。インスタグラム、フェイスブックも概要欄に貼っていますので、よろしければフォローで応援、お願いいたします。また次回、お会いできますように。光の言霊でした。